皆さんこんにちは。熊本リハビリテーション病院で管理栄養士をしております島津さゆりと申します。今回は自宅で簡単もぐもぐレシピをご紹介いたします。それではよろしくお願いいたします。食べる力に注目したお食事を。いつも自然に行っている食べるという行為は、まず意識がしっかりしていて、これは食べ物だと理解することから始まります。そしてその形や匂いから美味しそうだな、例えばこれは私の好きなみかんだと思い嬉しくなります。そして口の中に入れてもぐもぐもぐと噛みながら飲み込みます。皆さんは気づいていますか？例えばある程度形のあるものを口の中に入れたら、自然と奥歯の方へ送り込んでしっかり咀嚼して噛んでいると、今度は自然に舌の中央へまとまって集まってきて自然に飲み込んでいきます。またこれは大好きなオレンジジュースだと思って口に入れたら、ごくんごくんとそのまま飲み込んでいますよね。オレンジの香りを楽しみながら、このジュースは果汁 100% だから美味しいなとか分かります。どうやって食べよう、飲み込もうと食べるときに脳は活発に働いています。すなわち食べることは脳の活性化にもつながっているのです。今お話ししたように、食べるものを見る、香りを感じる、口に入れる、噛みながら飲み込むと、さまざまな段階を経て美味しいにつながっています。もしも食欲がないな、食べたくないなと感じられているのであれば、このどこかに原因があるのかもしれません。お一人お一人の病気やお口の状態に合わせて食事の提案ができる専門職種がいますので、安心して相談してみてくださいね。食べている食感と栄養補給のために、食べることには食の五感である触覚、視覚、嗅覚、味覚、聴覚を刺激して、先ほどもお話ししましたが、脳の活性化につながっています。食べることで唾液が出て、その唾液は口の中の環境が維持できたり、雑菌を殺したり、飲み込みやすく食べやすい形に変えることもできています。そして胃腸も活発に働きます。腸を使うことは免疫力にも関係します。口から食べた方がいい大きな理由でもあります。できればずっと安全に食べ続けることができるのが一番楽しいことです。安全性を重視する場合、どうしても柔らかい食事に偏ってしまいます。柔らかい食事は食べやすい反面、栄養補給がしづらいという欠点もあります。柔らかい食事形態の時には、追加して栄養補給する方法も考えた方がいいでしょう。食事は生きるためにはとても重要ですが、それだけではなく人生の楽しみや喜びなど直結しています。自分の好きな食べ物は想像するだけで味や食感を呼び起こします。しかしずっと柔らかい食事だと、その食感を感じる機会が減ってしまいます。歯の状態を保つことは、美味しい食事を食感を味わうことにもつながります。定期的にかかりつけの歯科受診もお勧めしています。もぐもぐレシピのご紹介。ここでは噛むに注目をして、無理なく少しの歯触りを楽しんでいただくレシピをご紹介しています。美味しいのでぜひお試しください。硬いものが食べにくくても、無理なく舌の動きを必要としたり、少しの歯触りを感じるお食事は食べる力をアップする訓練になり、食事を楽しむきっかけになるとも言われています。そこに季節感を取り入れるのもいいです。例えば汁物の中にいろいろな具材を入れることで食感を楽しむことができますし、またいろんな具材を入れることで栄養のバランスにもつながります。ぜひ食を楽しんでくださいね。これで私の話を終わります。それでは皆さん、手を合わせてください。いただきます。いただきます。